5-4. Thank you. 10番、重松直樹さん、日本。頑張れ直樹の声が飛びました。重松直樹、チャイコフスキーのロミオとジュリエットです。2分40秒以内に8つの要素を入れなければいけません。ジャンプ、スピン、コンビネーションジャンプ。さあまず最初のトリプルアクセル、3回転半失敗。トリプルルッツ、トリプルトーループ、ダブルフリップ、2回転です。サーキュラーステップ、円を描くステップのことです。重松直樹、ルッツトーループの3回転3回転は何とか降りましたが、トリプルアクセル3回転半ジャンプの失敗がありました。このあたりはいかがでしょう。やはりこれはあの手をついてますので、まあ、ちょっと大きめの減点になってしまいますね。 0.4 近いんじゃないかと思います。はい、それからあのステップから直ちに飛ぶトリプルジャンプまたは4回転ジャンプ、これがダブルになってしまったということもありまして、ちょっと 0.78 ぐらいは引かれてしまいますね。これはそのアクセルのジャンプですが、どのあたりが悪かったんでしょう。あの飛び上がるときにですね、回転軸がもうすでに斜めになってしまった。なってましたね。ここで左手右手とついてしまいました。もうこれは転倒という状態になってしまいますね。はい、そしてこれはトリプルルッツですね。ここを頑張って、トループ。これもね、よく頑張ったと思います。はい。今ちょっと弱気になりましたというコメントが聞こえましたが、重松、ご覧のように 4.0、3.9、カナダのジャッジは 3.9 をつけています。リクワイアードエレメンツ。要求される要素点。やっぱり 0.7 から 0.8 ぐらいは引かれてますね。そのジャンプの失敗、はい、8つの要素をどれだけ満たしているかという得点、6点満点です。一方プレゼンテーションは表現力です。こちらは 5.2、 そして 4.8 という数字も見えます。ここまで10人滑って第10位です。
トップはプルシェンコ、そして本田武史は現在第3位です。